はい。えー、どうも、吉谷です。えー、今回ですね、えー、フォローアップ勉強会、1月にやったフォローアップ勉強会の方をポータルサイトの方にアップロード完了しましたので、えー、お知らせいたします。今回やったフォローアップ勉強会ですね、月100 800万の売り上げを出せた秘密ですね。月800万の売り上げを出せた秘密ということで、まあ、ライブ、えー、このフォローアップ勉強会のライブに参加できなかった方はですね、 あの、まあ、参加した方もね、まあ、一回見てほしいんですけれども、えっと、フォローアップ勉強会ですね。フォローアップ勉強会。の、えー、2019年1月ですね。はい、こちらですね。はい。で、まあ、もう一度見てほしいなと思います。あとは、えっと、ここのテキストでも結構書いたんで、テキストもちょっと、テキストだいぶ重要なんで、テキスト読んでください。テキスト。まあつ、僕、あの、いつも、 気をつけてるところが、このフォローアップ勉強会の講義プラス、まあ動画講義プラス、ここのテキストなんですね。結構ここテキスト、結構、うーん、あの、注意してというか、まあ伝えたいメッセージ。まあ動画でも言ってますけれども、動画とは別のメッセージですよね。まあ今回別のメッセージ入ってるかな。うん。はい。ちょっと結構大事なこと書いてあるんで、まあテキストもちょっと読んでほしいなと思います。うん。 で、まあなんで、結構ね、テキスト読めばわかるんですけども、今回のフォローアップ勉強会はかなりテクニカル的な話をしました。まあ高度なマーケティング技術というか、その販売戦略の部分を話しました。ただ、これね、使い方間違えると、あの、売り上げはもちろんね、テクが、テク、テクニックだけで売り上げは作れるんですよ。うん、ぶっちゃけ。ぶっちゃけテクニックだけでは売り上げ作れるんですけど、それはやっぱね、間違った使い方をしちゃうと、 とんでもないことになっちゃうんで、そのとんでもないことにならないように。ね。要はテクニックを学ぶじゃないですか。学べるわけですよ。何をどういうふうにやったのかっていうね。具体的にその800万をこう上げていく上での具体的なテクニックは学ぶ。もう全部言いましたけども。じゃあそれを使ったら、まあまあ、売り上げは上がるでしょう。ただ、うん、その使い方ですよね。テクニックを、だから包丁。ね。今回、ね、すごい切れ味抜群の包丁を提供しましたけれども。 切れ味抜群の包丁を使い方間違えると人殺しちゃうんで、ね、その使い方を間違わないように、も、ま、う、あ、ここしっかりと本質ばーって書いてあるんで、この本質をしっかりとぜひ読んでください。うん。もう、本質読んでください。で、あとは、うん、稼げない、今、ドリームアカデミアに入って稼げてないっていうんだったらえ、その理由ですね。ドリームアカデミアに入ってもし結果が思うように出てませんっていうことであるならば、えその理由も、 その理由も文章に書いてあります。なので文章を読んでいただければ分かります。うん。はい。であとはまあ分かんないこととかね、えー、聞きたいこととかは、えー、こちらの、うん、専用のお問い合わせフォームありますんで、なんかその、ま、迷ってるよとか、うん、こちらですね、うん。こちらのお問い合わせフォームからあお問い合わせいただければ動画回答してますので、えーじ、もし塾入ってこれやってるんだけど、ちょっと分かんないと。 いうことあれば、もうお対せください。うん、お対せください。はい。で、えー、お対せいただいた内容は、このドリームアカデミア Q&A ですね、えー。こちらに全部今まで、な結構もう動画撮ったと思うんですけど、あ198本ですね。198本撮ってますけど、まあ、ここに全部まとめていってますんで、まあ、他の熟生さんからいただいた質問内容とかも全部ここにまとめてるんで、うん。 あとは、まあ、基本的にその、まあ、あの、その画面、あの、こう、動画でこう喋るっていう回答をするんですけど、なまあ、内容によっては、まあ、こんな感じでね、画面キャプチャーで、あと、こう、なんか、ワードプレスどう作ってるんですかとか、ワードプレスどう作ってるんですかは、まあ、画面見せた方がいいと思うんで、まあ、その、お問い合わせ内容によっては、画面を見せながら説明するっていう回答方法も取ってますので、えー、なんだ。 なんかわかんないことがあれば、こちらからお問い合わせください。はい。ということで、今回ですね、こちらのフォローアップ勉強会、えー、フォローアップ勉強会ですね。はい、フォローアップ勉強会の、えー、2019年1月ですね。はい、800万の売り上げを出せた秘密。これかなりね、あのー、めちゃくちゃ具体的です。めちゃくちゃ具体的です。 で、さらに、うん、直近でやったその販売ですよね。その話もしてます。直近で2万円の商品を販売したんですけど、まあ、それの、まあ、販売戦略というか考え方とか、どういうふうにやって見せてたのかっていう話もしてたりとか、まあ結構もうほんと直近の話ばっかしてますんで、うん。はい。ぜひ、えー、学習してみてください。では、終わります。ありがとうございました。